どうもこんにちは。ファミコンエミュレーターを作るの続きを決めていこうと思います。今日はマッパーの修正の続きをやっていこうと思います。前回コンパイルが取らないっていうね、悲しい事態になったんですけども、それは一応解決してきたので、その修正から始めて、完成度を上げていきたいなと思います。はい、ということでやっていきましょう。で、前回のエラーの原因なんですけど、よくよくあのエラー見たらちゃんと書いてました。なのでエラーをよく見ましょうということですね。はい。これがね、必要だったみたいです。これが使ってるところ各所で必要なので、あとレンダラと PPU と PPU バスかなの3つのファイルで、この use create mapper mapper が必要ということなんで、ちょうどね開いてるから、PP、 いや、レンダー開いてないわ。レンダーのとこにこう書くと、はい、で PPU にもこう書くと、はい、でバスにもこう書くということで、これが必要でした。大丈夫かな。はい、あの、なんかマッパーはグローバル変数なんで、いらないと思ってたんですけど、どうもそのグローバル変数だろうが、呼び出す関数の型っていうのが別個に読み込んでおく必要があって、トレイトをね。なのでトレイト読み込まないと、呼び出しでそんな関数ねえぞと送られてしまうみたいですね。あれ、なんだこれ、あれ U8 で怒られてるけど、リードプログラム、これか、はい、そっか、これだ。ここ U8 型ってなんか消えてたんで、こうが正しいですね。はい、なんか間違って消しちゃったみたいです。ここが U8 なくなってて、まあ、0を返すっていうことにしておきます。はい、あとこれか、これは、コピーがないからか、ミラーリングの enum に、コピーがない。クローン、コピーを追加しておくことで、あの、そのままの実態を返すことができるようになるんで、これが必要ですね。あの、コピーをやるにはクローンがいるんで、コピーとクローンをどっちも書いておかなきゃいけないということで、これが原因の全部かな。 3箇所というか、はい、大丈夫かな。 OK、178行目でエラーになっていますが、178行目は、セーブデータ、セーブデータは今ないので、ちょっとこれは置いておきます。ちょっと環境がね、また別の環境なんで、あのセーブデータ今ないので、これ消しておきます。で、マリオロム一旦外して、これでドラクエ4が動いてくれるはずなんで、一旦これで動くことを確認してみましょう。 OKOKOK、 うん、空が残るのがよくわかんないんだよな。うん、まあ大丈夫か。はい、ということで、大丈夫と。で、これでこっからですよ。こっからですよ。で、マッパー0に変えて、マッパー0に変えて、これでマッパー0に切り替わるんで、マリオロムを読むようにしますよと、やるだけですね。はい、これだけで、マッパー0に切り替わったということで、今のところ3箇所ですね。3箇所変えれば行くという感じです。音はどうだ？ん？音出てないな。
いっちゃんか兄ちゃんどっちか出てないのかな。なんかどっちも出てない感じがしますけどね。お、あれこんなところに1キャップあったっけ。あ、まあいいや。変ですね。マジかよ。はい。APU はどっかぶっ壊しちゃったみたいな気もしますけど、一応これでね、APU はちょっと置いといて、一応これで、切り替えができるようになりましたということで、で、マッパーは、マッパーとしてやってるんで、これ DYN かな?つけると、あ、ダメか。プラススタティックというふうにすればいいのかな。はい。あ、キャンノットビセントビトインスレッドセーフティープラススタティックユニークプラススタティックにしなきゃいけないの。本当？あ、ユニーク。いやー、こっちをトレイトにしてあげるといいなと思ったんですけど、そんなにことは甘くいかなかったな。なので、なんだろうな、例えばだから、ここでパブでクリエイトマッパーみたいなのを作るとしますと、 FN かで、マッパーを返すことにするとして、で ロムをもらって、マッパー、あ、違う、マッパーですと。で、もし、なんだっけ、スイッチ分は、マッチで、ロムの、マッパー。これが U8 型なんで、こうですと。で、0だったら、マッパー0を、入して返すよと。1だったらマッパー1を入して返すよ的なことをしたいと。で、マッパーをこれでもらうでしょ。で、まあいいことにレッドマッパーね。レッドマッパーで、マッパーのロムにロム入れれば、で、マッパーを返す的な感じにしてあげればいいかなと思ったんですけど、こっちは DYN がいると。これはうまくいくか?マッパー、マッチでマッパーマッパー0と互換性がないですみたいなことを言われているような気がする。マッパー0返してんのになんでマッパー1返してんだって言われてんな、これな。いや、それでいい。ああ、分かった。マッパー0でマッパーニューはセルフを返すから、これはマッパーを返すというようなことにしないといけないんじゃないの。おーっと、なんじゃこりゃ。DYのマッパープラススタティック、いや違うな。違うな。やりたいことはこういうことなんですけど、あ、こっちでマッパーにキャストするみたいな、 DYN?
ダメなのか。ダメなんだね。どうしたらいいんでしょうね。いや、やりたいことはこれで、うん、難しいね。ラスト力がなさすぎてね、これ以上はいけなそうな気がしてきたけど。で、まあ、クリエイトマッパーを、まあ、ここでなんか作ったのを上書きするっていうのをどうすればいいんだっていうのもあるんですけど、ロムを作ってクリエイトマッパーしてロムを渡したら、マッパーができて、このマッパーをグローバルのとこに入れてしまうといいなと思ったんですが、いろいろ壁がありそうだという感じですね。はい。ちょっとね、前もこの辺で詰まってね、まあまあいいや。あとマッパーのちょっと直しをしていきましょう。一応この実装で、この実装っていうかね、まあ、この形でマッパー作っていく感じでいいと思うんで、マッパー2がまだね、取り残されてるので、マッパー2をちょっと作っちゃいたいと思います。これマッパー2、これか。マッパー2、これですと。パブストラクトマッパー2は、ロムをもらってくる形に変えなきゃいけないんで、ロムにしますと。で、new でマッパー2をやるときに、ロムは、ロムのエンプティを渡してあげる形にして置いとくと。これでいいのかな？うん。で、インプルマッパー for マッパー2という形にして、作っていくと。で、ライトはこれなんで、まさにこれでいいと。ライトはこれでいいと。で、リードプログ、あとミラーリングも作んなきゃいけないか。セルフのロムのスクリーンミラーリングを返せばいいんで、これでいい。で、ライトプログラムは、何もしなくていいやつ。リードプログラムも何もしなくていいけど、0返さなきゃいけないんで、こう。で、ロードも何もしなくていいので、から実装。で、ロードプログラム。ん？ラムは。リードプログロム。これか。これがこれですね。これがこれの実装になって、リードキャラロム、リードキャララム、ロムは、それぞれ、セルフのロムのキャラロムのアドレスアズ uSize イコールバリューで、リードは uSize のところを返すということにしてあげておくて、こうか、ロムを返していきましょうと。ロムを返していきましょうというような形ですかね。うん。これでマッパーにもできたんで、まあ、理想としては、ここが2だったら、マッパー2の new をしてということで、クリエイトマッパーが使えるとバッチリなんですが、ちょっとダメだったという感じですね。だからこれでマッパーにも同じような形でいけるんで、例えばですね、例えばというか、マッパー2のソフトをやりたいなと、マッパー2に直して、で、ドラクエ2ですね。ドラクエ2のロムはこれですと。はい。ドラゴンクエスト2を読み込むようにしましょうやということでやれば、ドラクエ2が動いてくれるはず。ああ、来た来た。これドラクエ2でしょ。ちゃんと兄ちゃん鳴ってるよね。
ってると思うんだけどな、まあ、どれが1ちゃんか2ちゃんかわかんないんですけど、なってるよね、なってると思うんだけど、なんでマリオになんなくなっちゃったんだろう。あ、わかったかも。ちょっと外の音が聞きたいんで。はいはいはい、わかりました。はい。よしよし。メロディーが1ちゃんか2ちゃんで裏で2つ音になってるから3ちゃん分は出てる気がするんだけど、はいはい、ということで、マッパの切り替えはできたんですけど、APU の音が変な件をちょっと追ってみたいと。マリオに変えてマリオに変えてここをゼロにすると、はい、ここをゼロにすると、はい、見つかればね切り替えできるんで、今の状態でも。で APU ですね、 APU で、今とりあえず変なの確認するか、まあどうせ変なんだけど、はいはい、もうそもそも音が出てないもんね。なんですけど、そうだ、前回ね、編集しててあれって思ったところがあったんですよ。でトゥードゥのところを直したところがどこだったか、ああここの上だな、これだ、チャンネルの長さカウンターが0じゃないときはミュートするということにな、長さカウンターが0だったらもう何もしないってことになるんですけど、これエンベロープでしょ、あスウィープかなんですけど、こっちの実装がミュートかどうかは、イネーブルかつ、セルフカウンターが0じゃなくてイネーブルじゃないか、カウンターが0かどうかですよね。ミュートかどうかっていうのはイネーブルとじゃなきゃミュートでしょ。で、カウンターが0でもミュートだから、これがミュートの実装なんで、こう間違えてんじゃないかなと思われる。ということでここだといいな、来い、ダメだなちょっと待ってくれ、これミュートを呼び出してとこがですね、ちょっと一旦これ消して、これのせいだったらこれで治ってくれると。治りませんね。あと直したとこあったっけ、直したとこはないよね。いやーマリオの音出なくなっちゃったな。直したところは他にはノイズのところを直しただけなので別段大丈夫じゃないかと思うんですけど、一回ログ入ってみるか。あとありとしたら、あるとしたら、チャンネル、ああ、ここも直したな。これね。ちょっと待って。じゃあ、これを、あ、これっぽいな。はい。これも消しましたと。あ、でも、こんなん作る前から鳴ってたもんな、音。ああ、変わらんね。変わらないんで、これじゃなさそう。
ここだじゃなくて、なんだっけ、あとは、これですね、ここだ、ここでイネーブルかどうかを送ってるんで、もしかしたらディセーブルになっちゃってたりすんのかなっていうのもある。インフォびっくりで送りますと、 APU ステータスが、コロン 02X で、データということで、 APU のステータスこれで出てくれるはずなんで、流れなきゃいいんだけど、 APU ステータス00音なし、 APU のステータスは 0F だから全部オンですね。ライトアクセス4017はなんだ、4017って何でしたっけ。コントローラーか、ライトの4017、ライトの4017は違うとこだ。4017ってなんか見てなかった。リードはそうよ、ライトはフレームカウンターに書き込んでんだな。あ、だからこんなんいらんわ。フレームカウンターに FF を書き込んでるということなんですけど、フレームカウンターのアップデートでビットが全部立つと、フレームカウンターのビットが全部立つとディセーブル IRQ が立っちゃうからおかしくなってんのかな。なんかそんな気がするね。参照を実装、参照へ移動。ポール APUIRQ。ああ、でもディセーブルしてんのか、逆に。ちょっとわかんないですね。マリオが鳴らなくなってしまったんですが、ちょっとそれはまた後の話ということで、一旦マッパーの方は、ちょっとこれの実装をなんとかしたいんですが、この実装ちょっとわからないので、調べてわかるもんかどうかももうちょっと不安なところがあるんですけど、なんとかね、この実装ができるような形にしたいなというところです。はい。まあこれは裏でちょっと、創作というかね、試行錯誤してくるとして、次回からね、マッパー4の実装をしていこうかなと思います。まあマッパー1個2個、マッパー0はね、まあ大した実装じゃないんで、マッパー1とマッパー2を作ったんで、マッパー4まで作れば、まあいろんなこんなもんの、マッパーっていうのはね、こういうバリエーションがあるんだっていうのがある程度わかるんじゃないかと思うので、まあマッパー4まで実装して、マザーとかファイナルファンタジー3とかねが、まあ曲がりなりにも動くようになったということで、一応ね完成というかね、このシリーズは終わりにしたいなというところなんですけども、まあちょっと落ち穂拾い的な形でちょこっともうちょっと延長戦やるかもしれないですが、はい、まあそんな感じで今考えています。ということで、次回はマッパー4の実装をしていきます。ということで今回は以上、次回お楽しみに、チャンネル登録高評価お願いします。では。